When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better. はい、それでは無事、ハワイの方着きました、ハワイ着いたんですが、天気は曇ってて、どうやらこれから2日間ぐらい雨みたいなんですけども、まあちょっとどうなるか分かりませんが、楽しんでいきたいなと思います。行きます。初海外。初海外、日本人しかおらん僕のこの後ろに並んでるのは HIS の団体メンバーなので、オール日本人でございます。もうちょっとしてバスが来たら、ホテルの方に向かいたいと思いますので、はい、またホテルの方に今から行きたいと思います。レッツゴー。ホテルのモアナサーフライダーの近くに来たんですが、今ストライキをやってるようです。これが、このハワイで泊まるホテルです。モアナサーフライダー。で、その目の前で、これは演奏してるわけではありません、ね。ストライキをやってるようです。しっかりオンストライキって書いてます。はい、それでは、ホテル無事入って部屋まで来ました。入っていきたいと思います。部屋はこんな感じです。そして微妙に海が見えます。着いて早々なんですが、僕はゆっくりしたい気持ちはあるんですが、奥さんの方が、海に行きたいとはしゃいでるので、ちょっと一緒に行きたいなというふうに思います。結構海系のブランドがいっぱいあります。クイックシルバーとか、あとサンダルとか。スキオンは多分日本の真夏ほどじゃないんですけど、だいたい9月ぐらいかなみたいな感じですね。ハワイの飛行機が7時間ぐらいかかって、7時間か8時間ぐらいかかって着いたんですけど、ほとんど寝てなくて、なんか時差ボケっていうのはあんまりわからないんですけど、ひとまずオールした後みたいな疲れが溜まっております。それではスパムを食べたいと思います。多分米はうまいかな。まあ、そうやって嫁は走っていくので、それでは今からホテル戻って打ち合わせ、明日の式の打ち合わせするんですが、そのホテルに戻ろうとするたびにストライキのカンカン音が鳴って、あ、またここに帰ってこなあかんのかと思って、ちょっとテンション下がります。でも帰るとこここしかないから帰ってます。じゃあ打ち合わせしてきます。夕方ぐらいまでちょっと打ち合わせして、でそれからはちょっと自由かなと思うんで、それまでは打ち合わせ頑張ります。行きます。おい、コメントをいただいたところ の、 なんかあのチーズケーキが美味しいって言ってたところの店入ってみたんですけど、めちゃくちゃうまそうなメニューがあって、スペシャルティーの、フィレミニョンっていう、このこれです。これを頼んでみようかなと思います。これと、まあ、適当になんか頼もうかなと思うんで、フィレミニョンまず行ってみたいと思います。それでは乾杯。初、
で、とりあえず頼んでないけど、なんかパンみたいなのが届きました。まさかですね、ここで、奥さんが、明日の結婚式に向けてメイクの準備をするということで、帰りました。なのでご飯も何も届いてない状態で、僕はこの状態で一人になってます。なのでここから一人でステーキを食べて、パスタを食べて、食べたい放題食べたって、しめしめして帰ってやろうと思ってます。初めての海外でのご飯が、一人ご飯ということになりましたので、一人で寂しく食べたいと思います。もうこれ以上は食べれないんで、ここからはテイクアウトして、ホテルで食べたいと思います。一人じゃこれ本だけが限界です。最後お酒だけ飲んで帰りたいと思います。はい、皆さんは新婚旅行でこんな片方だけ残してどっか行かないでください。それだけでよろしくお願いします。はい、以上です。はい、合計金額は84.71ドルで、日本円で大体9000円ぐらいだったんで、今現金が85ドルしかないので、でチップを合わせると100ドル超えるんで、まあ払えないんで、今回はクレジットカードを入れてこれで支払いたいと思います。でこの状態に待っておきます。私が支払いをお願いしました。でこのように、2枚来るので、1つがで、このゲストの方が僕の、持って帰る分なんで、これは別にいいとして、これが、店の分なんで、84.71ドルに対して、まあ、チップあといくら払うか、一応目安でこれぐらい書いてくれてるんですけど、まあもう僕は大体、16.94ドル払うと、100ドルちょっとみたいになると計算ややこしいんで、もう僕は100に行きます。で、あと開けといたらこの差額分がチップになるので大丈夫かなと思います。はい、それでは支払いも終わったんで、今から見せてたいと思います。めっちゃ人気で、今でも行列で待ってます。Sorry. はい、というわけで、少しね、値段的には結構高かったと思うんですけど、嫁さんがなんか、せっかくやから、高いとこでもいいから美味しいの食べようやみたいな感じで言ってて、で実際行ってみたら嫁さんが買えるっていう感じで、まあ、一応お土産でもらって帰っていたんですけど、で夜一緒に食べたいかなというふうに思います。で初めてこう海外で一人でもう飯食って、で支払いしてっていう感じで、ドヤ顔では一応言ったんですけど、もう内心心の中はドキドキ でチップって多分こんな感じやろうなみたいな感じで思いながら、合ってるか分からんけど、とりあえず払ってきました。やっぱ日本には、まあ、チップって文化がないんで、今まで時間は夕方6時ぐらいなんですけど、結構まだ明るくて、まだストライキもやってるんですけど、もう僕は疲れたんで寝たいかなというふうに思います。No. いや、サンダルゲットできてよかったな。ママやスローがお金がかかるのでエコバッグを持ってきました。イキアの S サイズです。あ、さっきと雰囲気違う。いいね。でもやっぱ夜になったら海外って感じするな。なんか今日日曜日だからやっぱ騒がしいみたいよ。あ、そうなんや。さっきのお姉さん言ってた。とりあえず HIS 行ってコーラ飲む。アイランドスリッパって書いてる。あ、よかったよかった。
はい、ただいまですね、夜の8時半なんですけども、ドン・キホーテのホノルルに行こうと思って20分ほど歩いたんですが、もう力尽きてタクシー止めようと思っても止まらないので、ここでなんと緊急作戦、ウーバーを使いたいと思います。で、ウーバーを使って、残り2分後にこっちに迫ってくる輩がいます。そしてこの車種を見てみましょう。ロメオさんが来ます。今からホンダの CRV、 このロメオさんに乗せてもらって、ドン・キホーテまで行きたいなと思います。おー、近づいてきてる。もうちょっと分かるとこ止まろうか。で、英語ができひん僕でも Uber でなんとかドン・キホーテまで着くかっていう。これ買いますかね。ホンダパッシングされた。急げ。はい、ロメオ。マネージャー。よろしく。ドン・キホーテ。お願いします。This is you? Yes. Okay, I cannot read that. お願いします。Nice to meet you. Okay. Are you honeymoon?ハニムーン、イエス。わー、ラッキーガイ。ファーストタイム、ハワイ。ファーストタイム。わー、ラッキーラッキー。ラッキーラッキー。ロメオ、サンキュー。ラプラプ。ラプラプ。ラッキーラッキー、ラプラプ。ラプラプ。かわいい。心配ない。心配ない。ほんとほんと。一番心配な、それ。ニコニコ。ニコニコ。ロメオ、ジャパニーズウェル。Because 友達で友達。心配ない。怪しい。お元気。Congratulations. Lapu-lapu hayako mago. A lot of Japanese. Yeah. Yeah. My car is Japanese. My rider is Japanese. Honda. Honda. CRV. Where are you from? What part in Japan?Japan?頑張って。違いね。Osaka, very, very, very happy people. Happy people. 確かに。早く。あ、一緒ですよ。ここ？ここや。ロメ、thank you。どうも。あった。ロメ、thank you。Make sure you get everything。どうも。ありがとう。バイ。はい、thank you。あ、なるほど。これで今来ました。で、この後評価をするんですけど、この評価で。チップを追加するような形になっているので、直接多分現金のやり取りっていうのはなくて、ここの評価で今クレジット決済をしてるんで、ここの評価を上げることによって多分チップを追加するという形になるんやと思います。多分、例えば今日ロメオどうでしたかって、どうやった、もう100点満点。例えばこれをじゃあ5にしようか、1回、はい、5にしたとしたら、この5の、評価がつく、なおかつチップっていうのが下にあって、いくら何ドル渡しますかっていうボタンが出てくるから、まあ一応気持ち程度なんで、まあ、今回やったら10ドルの1割ってことで、もう1ドルでいいかなと思います、はい、で例えば1ドルここを押します、タップして、あと完了したらこれで完了です、はい。でこれで、実際クレジット決済してロメオの方にお金が行くという流れになっております。これがウーバーの使い方、人生で初めて使いました。どうでしたか。いや、面白かった。まあな、タクシーのおっちゃんとはまたちゃうよな。違う、もうちょっとね、英語ができればいいんだろうけど、できないから盛り上げてくれた感じが、ちょっと俺はついていくの疲れてるけど、あ、カゴいる。そうね、いや、でかくないカゴ。帰りも、Uber で帰りたいと思います。帰りはキャメロンさんに迎えに来てもらいたいと思います。サムネイルはイケメン、本当かどうかですな。だからあえて見せんとこは、でもほんまにかっこいいと思うで。へえ。どうする、脇がだったら。すぐ降りる。
イケメン。ハロー。How old are you? How old am I? I am 26. 26? Yeah. 若い。若い。イケメン。I'm 29. 29? You're young.ああ、若く見えるって。You're 20. 見えた。若く見えね、ヤンガー。Yeah, you're younger. 20に見えたって。It's been going on for so long. フライキ3 weeks. 3 weeks? Yes, have a great day. Come on, thank you. Thank you. Thank you. Thank you.またハワイ2日目でお会いしましょう。じゃあさようなら。